はい、今日は、袖ヶ浦サーキットでラブ4プラグインハイブリッドの試乗会に来てます。こちらにいらっしゃるのが、開発の責任者の阿部さん、よろしくお願いします。はい、そしてシステムを開発された富田さんです。よろしくお願いします。はい、まあ、お互いにちょっと密を避けて私はちょっとマスク外させていただいているので、近寄らないようにお話を伺いますが、まあ、大変な時期にすごい車が出てきたなっていうなんか二重の驚きなんですが、さっきサクッと乗させていただきましたが、第一印象想定外なんかやっぱりプラグインってね、ヨーロッパメーカー一生懸命やってるけど、日本もともとストロングハイブリッド THS があるじゃないですか。でこれが非常に強いでしょ、ドライバビリティ、実燃費、だからこれ以上のものってあるのかなと思ってたところ、去年の LA 賞で発表して、でその数字を聞いてびっくりしたんですけど、約300馬力0100キロ 5. 点何秒、それを今日このサーキットで乗れるということで、なんかすごいスーパー SUV に乗りに来た期待があったんですけど、想定外な実際の走りでした。ということで阿部さん、静かでやっぱりモーターの力をうんと使うとバッテリーの電気がたくさんあって車って変わるんですね。そうですね、従来先ほどおっしゃっていただいたようなハイブリッドの良さをさらに大きな電池を積むことで、より生かすということが一つコンセプトにあったと思いますので、はい、その通りだと思います。まあ、もともとトヨタはプリウスでプラグインハイブリッドを2世代にわたってやってきているわけですけども、やっぱりそのリチウムイオンバッテリーってね、やっぱり重いし値段高いし、 EV 距離を伸ばすにはたくさん乗っけなきゃいけないし、バッテリーが多いと充電かかるしみたいな、その非常に解けない方程式の中に入り込んでしまう迷路みたいな世界があると思うんですけど、その辺どういうふうに割り切ってこのプラグインハイブリッド、バッテリー約100キロの EV 距離が可能だと言ってますけども、その辺どういうふうに考えられたでしょうか。はい、おっしゃっていただいたように、複雑な方程式のような考え方になるので、おそらく答えはこれだとは思ってなくて、まあ、一つ我々が考えた一つの回の一つがこの 18.1 キロという電池容量だと思ってます。 EV 航続距離とあと動力性能、あと重量だとかのバランスを考えたときに、これぐらいの電池容量であればお客様の日常使いの家庭を満足する EV 航続距離が達成できるのではないかということで、この電池容量を選んだということがあります。まあ、そうですね、まあ、漏れ伝え聞くところによると、まあ、国産のバッテリーメーカーと共同開発した、まあ、新しいタイプのリチウムイオンバッテリー、まあ、18.1 キロワットアワーですよね。今海外のプラグインはもう30キロとかね、EV みたいなバッテリー積んでるプラグインも多いですから、そこはなるべく少なくして無駄に重くしないようにして、いわゆる電費みたいな効率を上げるといった、その見えないところの多分トヨタなのでご苦労があったと思うんですけども、そこはいかがでしょうか。はい、そうですね、日常のお客様の使い方を考えると、だいたい1日の通勤だとかそういったデイリーユースの平均航続距離がだいたい50キロというふうに言われています。それを十分に満足しようとすると、やはりこれぐらいの電池容量が最適ではなかろうかと、いたずらに電池容量を増やしていくと航続距離としては当然伸びていくんですが、重量がいたずらに車が重くなってしまいますので、まあ、環境性能を考えるとこの量が最適ではないかというふうに考えています。はい、富田さんは実際このエレクトロニクスの領域のシステム設計をされたということで、どの辺が一番難しかったでしょうか。そうですね、まずこのバッテリーの開発ということで、このスペースにしっかり収めるというところの難しさがあったかなというところと、バッテリーだけではなくてですね、このパワーを電力を使い切るためにPCU インバーターとトランスアクセル、大容量のモーターを使うことによって、そのパワーマネジメントで電力マネジメントというところでより効率的なもの、よりパワーが出せるものっていうところの開発で工夫をしてきました。はい、まあ、ここに床下に、まあ、EV と一緒でなるべく重心の低いところに床下にバッテリーパックを入れて、はい、でこれはもうテスラとかみんな同じですよね。そうですね。
でここからたくさんの電気を使って、はい、モーター前と後ろのモーターに使えるわけですが、はい、資料を読むとですね、はい、リアの E4 のリアモーターとフロントのモーターの出力はあそこに図がありますけど上がってるんですけど、はい、モーターそのものをでかくしたんですか？そうです、フロントモーターの方はハイラブ4のハイブリッドに対して大きくしております。ラブ4のハイブリッドよりもフロントモーター大きいんですね、はい、大きくなってますね、はい、そうすることでより電力、この大きくしたバッテリーの電力を余すことなく使えるようなシステムにしております。なるほど。でこれちょっとエンジンルーム見ますと、まあ、ここのパワーコントロールユニットとこのモーターこの辺が新しく設計されて、はい、これは安倍さんに聞いた方がいいのかな。安倍さんやっぱりボディ乗った感じボディ剛性が上がった、強度剛性どっち、はい、なんかとにかくボディがしっかりしてるんだけど、はい、大きなバッテリーを衝突対応でしっかりとがっちりと守るという意味で、強固なガードと一緒にボディにしっかりと固定していますので、結果としてボディ剛性も上がっています。まあ、はい、強度も上がってます。あとは、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように衝突対応として重量増になってますので、やはり強度も上げています。そうですね、まあ、スペック見ると聞くと約210キロぐらい重いので、はい、しかもちょっと発火性のあるリチウム、まあ、一番心配ですよね、はい、でぶつかった時にこの床下にあるバッテリーパックが悪さしないように、はい、そのものは頑丈な檻の中に入れて、はい、しかもぶつかった時にこっち側からバリアがこう力が入って、はい、バッテリーパックはこっち側に来るから、はい、この辺は挟み撃ちになるわけですね。はい、あのサイドメン、はい、サイドメンバーの体力はしっかりと上げております。はい、そうです。実はこういうとこが大事なんですね。そうですね、ものすごく大事です。あんまり紙に書いてない、はい、地味な骨格は、はい、フロントのモーターでかくなってできて、まあ、充電器ですね、はい、充電器は、まあえて急速充電をやめたと。はい、あえてあえてですね、こちら急速充電ハイブリ PHV なので、すいません、PHV なので電池がなくなっても家まで帰ることはできますと。でそういう車にとって急速充電が本当に必要なのかと。 EV 車は電池がなくなると帰れなくなってしまうので公共の施設で充電していただくしなければならないんですけれども、まあ、そうした時にですね、まあ、そうした EV がだいぶ普及してきた中においてPHV に DC が必要か急速充電が必要かというと、まあ、その分違うことにリソーセスを前のプリウスの時には、はい、今言ったようなお話で、はい、急速充電やんない、はい、でもなんか後でやっちゃったとか、まあそこは何だろう、はい、まあ、そこは言われたり、悩んでたところ、そうですね、そこはやっぱりプリウスっては最初に入れた PHV のモデルですね、まあ、いろいろな可能性を探りながら、まあ、やらせていただいてましたと。で今回そうしたお客様の声とかもフィードバックも聞きながらこういった判断をさせていただいて、確かに並んでたらね、EV の連中から見たらね、はい、なんか喧嘩したくなっちゃうんですよ、はい、前どけみたいな、そういうわかります、はい、でここに今 E4 がありますけど E4 自体の出力も上がってますよね。そうですね、モーター自体は変わらないんですけれども、ね、よりバッテリーの出力を活用できるので、もともとは電池の容量がないのでそのリアのモーター使い切れないところもあったんですが、今回バッテリーの容量を使うことでよりリアモーターのポテンシャルを引き出すことができております。でもあの数字見ると、はい、88、40kW が134、40kW で、うん、PHEV になってもリアモーターは 40kW、 そこは変わらないですけれども、ポテンシャルは変わらないんですけれども電力をより使えるので、単純にモーターの出力は同じ、ね、同じですね、 40kW ですね、はい、モーターの出力があってもエネルギーがなかったのでその出力をフロントモーターだけで使い切ることができてたのというのがラブ4のハイブリッドになります。まあ、出力は終わったから、はい、単位時間あたりの仕事、はい、仕事率ですよね、はい、だから仕事できる時間が伸びたって、はい、なるほど、はい、バッテリー容量が 18.1kWh で、うん、約 95km、はい、ハイブリッドモードで 22.2、 なんかその規制から来てるところの追い風っていうのもプラグインあると思うんですけども、はい、まあ、実際は使い方をうまく工夫しないと、うん、なんかただの重い箱を運んでるだけになっちゃいますよね、はい
はい、まあ、そうなってしまうんですけれども、まあ、しっかり充電をしていただきながら夜間の、あの電気とかそういうのを使いながらやることで実際のお客様の経済的なメリットは感じていただけるかなというふうに思っております、はい、今回はエアコンの冷気で電池を冷やしているっていう図ですね、はいはい、このモーター付きコンプレッサーというので空気の圧力を上げてあげて温度を高くしておりますと。でそれを車前方にあるコンデンサーですね、高い温度をこのコンデンサーに流すことによって空気の外気温の方が低いものですからそちらの方の温度差を使って高くなった温度の冷媒を低くすることをここで行っております。これは空気を圧縮してるの？それとも冷媒？冷媒を圧縮しております。冷媒ですね、はい、冷媒を圧縮しています、はい、流れているものはすみません冷媒になります、はい、でその冷媒を空気外の空気に熱を逃がしているというところでがこの流れになります。でそこのこの冷却空気が、はい、この電池に行くわけです。そうですね。でこの電池冷却あ電池の前にですね膨張弁がありましてここで先ほどの冷媒が膨張することによって温度が大きく下がりますと。で冷えた冷媒を電池の中に流すことによって温まった電池を冷やすことができているというところが、まあ、メカニズムになっております。まあ、でもプリウスのプラグインの時から、はい、ヒートポンプはエアコン使ってバッテリー冷やしてたんですよね。そうですね。その時は実際のエアコンの空気で冷やしております。空気でやってたけど今回直接冷媒をこの中に、はい、水冷式インタークーラーみたいなやつかな、まあ、イメージ的にはそういった形になりますね、はい、プリウスの時はバッテリーが室内にあったので今回床下だから、ね、床下なので空気冷却できない、できないということで、でそれ以外のところはどんなメカニズム、はい、プリウスの時からもそうだったんですけれども PHV になりますとエンジンがかからなくなります。エンジンがかかる頻度が下がります。そうすると熱源がなくなるので暖房というところでいうとどこから熱源を持ってくれたらいいんだろうというところで悩みました。で先ほどの冷媒の流れと逆の流れをしてまして冷えた空気を圧縮してここで温度を高めます。で圧縮すると温度が上がります、はい、でその高くなった温度の冷媒から、この水冷コンデンサーというところで冷却水がエンジンの冷却水が流れてましてそちらに熱を与えてあげますと。でその温かまった冷却水をこのヒーターに流すことによって室内のなるほどエンジン止まってもある程度このモーター付きコンプレッサーで室内の暖気ができる、はい、でその暖房で使った冷媒が今度先ほどの同じく室外の交換器に行くんですけどその前にこの膨張弁がありまして逆に暖房で使われた熱気がここに来て空気を膨張させることで膨張させて温度が下がる温度が下がります。で外気の温度がたとえ低くてもそれよりも温度が低いのでその温度差からその熱を吸収して次の暖房の熱源として使っているとさだえ見るんですね、はい、デルタ T で見てると、はい、だから低い温度においても外気が低くても暖房としての熱源を吸収することができると。ヒートポンプの今お話を伺って、はい、人間って面倒くさいなと思ったのは、はいはい、22度ぐらいから25度ぐらいが一番快適で、はい、それ以外だと寒いとか暑いとか、はい、うだうだ言いますよねまあそうはい、でバッテリーも同じく面倒くさいやつで、はい、この子は何度から何度ぐらいが一番元気なんですか？あ、そうですね、そういう意味で言うと常温から 4,50 度ぐらいが常温と25度、はい、あ25度から20度から50度50度まで行ったら高い温度になるんです。だからやっぱり面倒くさいやつですね、はい、そうですね、最適な温度にうまくコントロールする必要があります、うん、それ以上暑いとバッテリーの効率落ちるし、そうですね、寒いとき電力落ちる という面倒くさい人間と面倒くさいバッテリーを乗っけてるのが これでシステムマネジメントってものすごく大変ですね。そうですね、そうした意味でいうと実際の使われ方というところもしっかり考えながらですね、お客様に迷惑かからないような、ね、システムというところを作っております。わ、はい、かりました、はい、冷やすだけじゃなくて温めなければいけないということで、まあ、これがこのシステムのプラグインの中に乗っかっているということで、はい、ありがとうございます。この車はとにかく SUV の持つ枠時、うん、楽しさをとにかく実現するために、
PHV を選んだということですので、ちょっと小難しい話は置いといて、まずこの走りを純粋に楽しんでいただきたい。そうですね、僕もやっぱ環境対応車かなと思ってたけど、全然肉食系じゃないっていうのが想定外だった。はい、あの肉食系ですが頭も使う、バカじゃない、バカじゃない、はい、ということで、だからやっぱ知的な人にやっぱ乗ってほしいですよね。はい、ぜひそういうふうに思ってます。だからなんかアクセルでどんだけ速いかだけじゃなくて、もうちょっとその裏側で背景で、はい、そのエネルギーのマネジメントとか、はい、イメージね、はい、なんか熱のマネジメントとか、はい、ちょっとそのぐらいまで思考できると、よりこの車の、はい、面白み、はい、知的な好奇心が出てくると思います。そうですね、もう純粋に何も考えずに乗っていただいても楽しいですけれども、うん、ここは EV モードで走った方がいいよねだとか、その時エネルギーはどうなってるかとか、はい、ここはハイブリッドの方が効率がいいよねだとか考えながら走るというその楽しみも多分あると思います。で、真夏炎天下で暑いなと思ってエアコンの冷気をもらった時に、はい、涼しい、でも同じようにバッテリーにも、はい、この気持ちいい冷たい空気ってなるとかね、はい、はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました、はい、まあ、プラグイン、これからいろんな車種に展開されていくと思うんですけど、もうちょっとちっちゃいやつとか大きいやつとか、はい、いろいろあると思うんですけど、はい、今日はお二人にお話伺いました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。